ジェーン・サザーランドはオーストラリアの風景画家で印象派の影響を受けたハイデルバーグパの画家の一人とされる。オーストラリアにおける女性画家の先駆けの一人となった。父親はスコットランドのグラス号で働いていた木彫職人で兄弟には教育者になったアレキサンダー、ジャーナリストになったジョージ、物理学者となったウィリアムがいる。1864年に 家族はシドニーに移住し1870年にメルボルンに移った。サザーランドの家族はメルボルンでも進歩的、文化的な考えを持つ家族として知られるようになり、サザーランドが女性であっても芸術家の道に進もうとすることも家族によって支援されることになった。メルボルンのビクトリア国立美術館付属の美術学校でメーベールや クララ・サザンといった女性たちと共に学んだ。1878年から美術学校の展覧会やオーストラリア芸術家協会の展覧会に出展した。1888年にクララ・サザンとメルボルンに共同でスタジオを開き、このスタジオにはトム・ロバーツやジェーン・プライスといったハイデルバーグパの画家が集まる場所となった。メルボルンで1889年に開かれた。 旧五印象派展、旧倍ァイインプレッションエキシビジョンには、ハイデルバーグパの指導的な画家たちが出展し、オーストラリアの印象派の活動に関して、歴史的な展覧会であったが、サザンとサザーランドが提出した作品は、展示されなかった。それが、女性差別によるものか、作品のスタイルが、主催者の趣旨に合わなかった、いなのかは、美術視野の間で論議が続いている。 主に風景画を描いた。1900年代初めに脳卒中を患い、移動に弟のウィリアムの助けを受けなければならなくなったが、絵画制作や美術教師の仕事を続けた。病気により大きな作品は描けなくなり、1911年に弟が亡くなった後は芸術活動からの引退を余儀なくされた。メルボルンで亡くなった。ありがとうございます。